皆様お疲れ様です。バーアンティークブルーです。今現在当店では650種類程度のウイスキーと20種類程度のビールを取り扱いさせていただいております。ウイスキーとビールを楽しみにですね、ご来店いただけるお客様も増えてまいりました。でもっともっと楽しんでいただきたいという気持ちからですね、11月の1日から新しいテーマを持ってお酒を提供すると先日からですね、各 SNS で発信しておりました。今回のテーマは旅するビールというテーマで、皆様にクラフトビールを提供していけたらなと思っております。今現在京都醸造というところのクラフトビールを仕入れているんですが、もっともっと皆様にこう楽しんでいただくために毎月ブルワリーを変えていきたいと思います。今月はここのクラフトビールとここのクラフトビール、来月はここのクラフトビールとここのクラフトビールみたいな感じで月替わりで提供させていただきたいと思います。初回の11月はドン、こちらの3つの醸造所になります。まずこちらはですね、多摩川にあります二子ビール醸造所で、こちらは京都醸造所で、こちらは上富良野にあります、北海道の上富良野にありますホップコタン醸造所の3つのビールになります。まあ、簡単にちょっと説明させていただきます。こちらまず5つですね、こちらが二子ビール醸造所になります。でまずこちらから二子エール、こちらが二子ラガー、二子 IPA、 花水木ホワイト、コーヒースタウト、この5つになります。この中でもこちらのコーヒースタウト、すごい僕興味あるんですけど、ちょっとまだ飲んでないんですけど、すごいテイスティングが楽しみなビールになってます。で今回ですね、ちょっとまだ1種類しかないんですけど、こちらが京都醸造の九次郎と言います。こちらが IPA ですね。次はですね、こちらの北海道上富良野にありますホップコタン醸造所のビールの説明をしていきたいと思います。まずこちらウポポというビールなんですけど、ピルスナースタイル、こちらはノンノという名前のペールエールになっております。次ハシカプというビールでフルーツエールになっております。次上富良野ドメスティック、こちらが IPA。 次はカンポチャ、こちらがパンプキンエールになっております。で最後一心不乱、こちらがベルジャン IPA となっております。この6本の中でもすごい興味深いのが、このカボチャを使ったビールですね。こちらのパンプキンエールがすごい興味があります。今回はですね、こちらの二子ビール醸造所のブラックスタウト、コーヒー豆を使ったブラックスタウトと、こちらのホップコタン醸造所のパンプキンを使った、かぼちゃを使ったパンプキンエールがとても楽しみです。という感じで、今後ですね、毎月2つから3つぐらいの、ブルワリのビールを仕入れまして、皆さんに旅をしていただけたらなと思います。一つ注意点がありまして、なくなり次第終了とさせていただきます。でなくなり次第ですね、また新しいブルワリのビールを仕入れさせていただきますので、その際はですね、皆さんに、当店の公式アカウントか、公式インスタグラムの方でお知らせさせていただきたいと思いますので、インスタグラム公式 LINE お友達追加ですね、していただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。それではこれからも当店のウイスキービール楽しんでいただけたらと思います。皆さんのご来店お待ちしております。楽しみに遊びに来てください。よろしくお願いいたします。